どうも、アキです。サクセスやっていきます。今回はバンプ高校で肩デッキ試していきたいと思います。デッキこんな感じです。はい、今回肩5枚彼女1枚編成でやっていこうと思います。まあ肩精神っていう言葉とかありますけど、結局ね、精神1枚入れちゃうとちょっと中途半端になっちゃうかなと思いまして、今回は肩5枚でやってみたいと思います。いきましょう。はい、でデッキを組む上でちょっと辛いなと思ったのが、やはり今の肩キャラね、筋力ボーナス持ちが多くて、技術ボーナスを持ってるのはこの金倉のみかな。はい、少なくともこのデッキだと金倉のみで、敏将ボーナス持ちっていうのが誰もいないんですよね。はい、そこがね、今後敏将ボーナス持ちで、まあそうですね、やる気テーブルのものとかが出てくれば、本当にこの高校爆発的に伸びると思うんで、そこはちょっと今後期待したいなと思います。でやる気テーブルっていうところで言うと、確か今回のメアちゃんってやる気テーブルなんですよね。なのでぜひ使いたがって、フレマラしばらくしてみたんですけど、全く出てこない。今回のイベントで言うとメアちゃんだけ全く出てこなくて、ボーナスになってるので言うとちょっと諦めました。はい、今回こういうデッキでやっていきたいと思います。もしメアちゃん貸してあげてもいいよっていう方いらっしゃれば、ツイッターの方までご一報いただけるとありがたいです。いきましょう。ということで、まずは彼女の評価を上げていきたい。今回 PSR レベル50をお借りできているんですけれども、わざとあれを持ってきています。お守りですね。というのもですね、一回しきちゃんに関してはイベントで評価が落ちるので、まあそれを考えるとね、ちょっとお守り持ってこないと辛いかなっていうところがあったので、お守り持ってきてます。まあ評価上げてね、チームメイト評価下げるっていう選択もできるんですけど、こういうデッキにおいてそれは多分一番やっちゃいけないことだと思うんで、やめましょう。よいしょ。で本当になので、精神ポイントと敏将をちょっと稼ぐ意識を持っておくことは大切かなと。そして9月2週という非常に自己紹介が遅い。やっぱ各高校のモチーフキャラ、もうミサちゃんとか入れれば1ターン目からいるんで、は本当にいいなって思いますよね、こういうの見ると。いきましょう。岩井幸吉も筋力ボーナスですよね、確か。ちょっと今回普段あまりに使わないキャラクターが多すぎて、いろいろイベントが困っている。なので今6ページですね、6ページ分目の前にタブを出してます。随時わからないことがあれば調べつつやっていきましょう。ということで、岩井幸吉くんも筋力ボーナスですね。はい、うわ、ここいいね、ここクソいいね。ただ練習行くと、もうあ、まだいけるか。そして今魅了っていう渋い感じになっちゃうから、ここまだいけそうですね。でムードはね、一応友沢のイベントで潰れるんで潰したくなくて、もう最悪来たら精神と敏将を割り引くんで、もうよしぐらいの気持ちで、結構コツいっぱい持ってるんで、まだいけそうですよね。行ってみよう。一応友沢の共通イベント1回目でムードコ作るんで、そこをぜひ活用したい。 OK、 これじゃない、あ、これこれこれ、 OKOK、 これでムード OK。 頭を使えよ。チームプレイ丸、オッケー。これで強奪しちゃおう。おお、ここめっちゃいいね。あ、今強化か、オッケーオッケー。で強化でこういう敏将とかをもらっておけばいいんですね。で強化もね、侮れないなって思うんですよね。これちょっと見てみると、経験点いくつだ、こうやって結構集まっていれば、まあ今回3人集まってるんで結構運いい方だと思うんですけど、かなりですね、運いい方ですけど、まあ300近い経験点が一気に入ってくると考えると、これ結構捨てがたいですよね。今ぐらいの経験点得ようとすると2タック3タックよりも強いかな。だからまあ刺激がうまくはまった時半端ないですけど、まあそれくらい本当に価値があるものなんじゃないかなと思います。ということで、これももう筋力はいいんで敏将の方に行っておくとか、まあそういうちっちゃい意識づけだけでいろいろ変わってくるんじゃないかなと思うんだけど、やばい、しきちゃん全く練習できないじゃん。一緒に頭を使えよ、そんな大きな頭してるんだからさ。まずい、しきちゃん追わないと。うわー、速攻いいんだけど、しきちゃんいないな。これ刺激したいっすな。3人刺激できれば3ターンでも4ターンでも半端じゃないですね。そこにまだ加わってくる可能性があって、4、5になる可能性もあるんで、ちょっとこれしきちゃんやばいですね、さすがに。
時は金なり。もうことわざだばっかりなんだよなこいつ。これは100円払うで精神ポイントもらっておきましょう。時は金なりとか、取らぬ狸の川材料だって思うと。なんでこんなことわざ大好きなのこの人。やっていきましょう。告白間に合わせたい。もう一回言っておきましょうか。イベントであれが落ちるんで、評価が。さあ間に合ってくれ告白。うん、これ刺激にできるならいいですけど、もう一回いけそうですね。これちょっと刺激狙いましょう。もう評価それなりに上がってきてますよね。 OK で3人来い、3人来い、3とは言わない、2人来い。 OKOK、 でも誰かはいるでしょ。あー岩井幸吉全然評価が合ってないけど、一応2人4ターン岩井幸吉全然評価が合ってないな。でもまあでもやりたいのはね、こういうことですねっていうのが今のでもうお話できた感じです。ここから好循環に持っていけばいいので、まあ昨日やってた話が、まあいつかはね、うまくできると思うんで、まあそれをずっと狙いつつ、我慢しつつ練習していこうっていう感じですね、今の期間は。サクセスを。刺激でキャラを呼んで、また得意練習が一致するので刺激が来る確率を上げていくっていう、もうひたすらその作業をやっていきたいと思っております。はい。で、できるだけ能力は今回上げたくない。成功手形を持ってきていて、あれデスノートコラボ期間中って絶対出るのか、まだ僕1回目なんでちょっと分かんないんですよね。どんな感じかも分かんない。たださっきゲームウィズさん見たら、成功手形持ってきてたら必ず成功するって書いてあったんで、悪くないかなと。いや、いいね、こういうこと、こういうこと。やる気が落ちてるのがもったいないな。でもこういうこと、こういうこと。今友沢まで含まれていたら3択だったんで、で刺激のタイミングで止めたい。で告白も間に合っていると。うわ3択、やる気が落ちてたらもったいなかったなここ。いやでも本当にやりたいことができてる。まあこれね、テーブルが本当にあんまり強いテーブルがいないんで今回、まあ岩井もね 70% の方ですし、これが本当にしっかりやる気デッキとかで将来的に組めるようになれば半端なく強いというとこなんですよ。うわーこれどうしよう、刺激どのタイミングで刺激すればいいんだ。例えば君が傷ついてくじけそうになった時は必ず僕がそばにいてっていう話は違うんですよ。今はそういう話がしたいわけではなく、もう一回行きますか。もう一回ここで刺激し直すと思ったんですけど、それは違うな。行きましょうか。コツは取ってますよね。いやでも本当にこの刺激期間はまさにやりたいことが再現できたなっていう、これが型デッキの可能性ですねっていうなんか感じになりましたね。いや本当にテーブルさえ増えれば、まあ、間違いなく野手作るデッキの中では一番強いデッキになるし、一番強い高校になる可能性を秘めているっていう感じだと思います。うわー、そしてここでもう一回刺激にしたいの、刺激にしたいの。行くよ、狙うよ。メンタルだとブラッド大刺激来い。海量一番いらねえ、一番いらねえ。まあただやっぱ結局これがあるっていうところですよね。実際結局運だからな、ここは。だから刺激のタイミングで本当に止めておくっていうのもありなんですけど、それやると何週間か無駄になるっていう実際話もあって、でもさすがにちょっと今魅了はもったいなすぎるんで、メンタルでもう一回。青ってなんだ、強化か。まあ青行くか、まだ強化の方がマシでしょ。もう一回いけるかな、ちょっとそこが怖いな。もう一回いけるかどうか、これいけなかったらちょっと、まあけど続けていくけど、今回は続けていくけれども、いけてくれ、これはいけてくれ、頼むよ、これはいけてくれ、お願いします、よろしくお願いいたします、ありがとうございます。強化だったらまだ美味しいのがあればいいんで。あれなんでここ精神ポイント入んないの、精神練習なのに。あれもしかして強化って精神ポイント入らない、あれなんでここ精神ポイント入らないの。普通入りますよね、なんでだ、なんでここメンタルなのに精神ポイント入らないの。
ちょっとこのからくりが分かる人いればコメントください。ただこっちの方が美味しいですね。ここかな、これは。この強化の計算の仕方もなんか完璧な表みたいなのがあればぜひねシェアさせていただきたいところなんですけど、僕はまだ見つけられておりません、残念ながら。ただやりたいのは刺激だよ。そろそろ経験点あふれかねない。あ、いい経験点の稼ぎ方できてるんじゃないか、これ。じゅんさんがまだ評価上がりきってないか。早くじゅんさん評価上げましょう。いや、非常によろしい感じ。これがやりたかった肩デッキとはこのこと。まあ精神ポイントも言っても400稼げてるし、うん。あ、来た来た。これ本当に成功するんだな、やめてくれよ失敗。ゲームウィズさんが私見てるところには米印大丈夫の成功手形を持ち込んでいると必ず成功しますって書いてあるよ。さあ自分の名前をで、まあこれね、能力上げていた方が上がり分は美味しいんですけど、センス丸になる低確率っていう方を今回は狙っている。まあ完璧な方を狙ってるってやつですね。いくよ。さあ千丸来い。千丸来ないね。はい、ありがとうございました。まあこれだけしか、そうなんですよ、実は大丈夫博士ってこれだけしか上がらないんですよ。あ、初期値国会ちょっといいなぐらいのね気持ちなんですよね。悲しいよこれは本当に。監督評価やば、まだ青って。ちょ、吸収は渋い、吸収は渋い。うん、2500点。招き猫も持ってきていないですが出てると。なので2連続刺激とかもしできていればもうそれはすごい世界がねそこにはありましたよと。これちょっとデートとバレンタインもったいないけどやるしかないんでやりましょう。なんということでしょう、そこにはすごい世界が広がっておりましたという感じですね。でもまあ間違いなくもうここでなんか僕がやろうとしていることをやりたかったことは伝わってるような今回気がしているので、伝わってるよっていう方はぜひグッドボタン押していってください。多ければお伝わったんだという感じになると思いますので助かります。デートしましょう。まあやっぱりね動画配信しているのでみんなにこう良さを伝えてね、こうブームをね起こしていきたいですよね。ブーム、なんか視聴者さん楽しくね一緒にやっていって、ああだこうだ言いながらね意見交換もやっていきたいなと思っておりますので、ぜひ皆さんよろしくお願いいたします。で今回金徳かぶりとかちょっとそっちのことは全く何も気にせずに、サクセスに侵入しておりますので、ちょっとそこは今回度外視です。あー今違うの、確率で刺激を狙いに行ったの今の。今の違うの、全く木崎くんのイベントとかもわからないのでちょっと見てみましょう。下か、要はタイムリーを打てばいいのかで勝負師のコツが来るかチャンスか。成功失敗あるんだね。お、成功いいじゃん。あ、ただ成功しちゃうとあれだよこれ。ちょっと頼む、ほんと刺激にしたい。これ大丈夫かな。あ、これ大丈夫、大丈夫ないな多分。これ大丈夫ないやつですね。これ大丈夫ないね、絶対。これ大丈夫ないでしょ。大丈夫ないな。怖いからやめとこう、もう。いやー、ここだけ本当にうまく刺激がはまるかどうかだけはね、さっきも、まあ一応狙いに行ったんで、木崎のところでね。はい。ほんとここはもう難しいというか、なんというかっていうところですね。はい。やっていきましょう。絶対筋力が一番くるよな。そしてまあデート終わらせていくか。しきちゃん結構回復量あるけど仕方ないですよね。
まああるって言っても30か、しきちゃんの場合は。刺激濃い刺激。うん、メンタルも全然足りてる。まあ勝負師取るのでちょっと辛いかなっていうところはありますけど、勝負師じゃなければ全然足りてる。さあこれで刺激濃いと、刺激にして、そしてもう一回ダブルが濃いっていうお話ですよ。頼むよ、この好循環を生んでいきたい。で、未だにそのゲージがどれが減ってどれがあんまり減らないのかっていうのが分かんないんで、ここの調整ができないんですよね。結局厳しくて辛いよー。あ、でも自分の中で思っていたより本当に経験点が今のところまあまあ稼げているかなっていうところですね。で、肩はコツがあります。もうミートパワー BB になったし、で思うに、型デッキ、型練習のいいところは、まあ、経験点が出るので、基礎値を上げられるっていうところじゃないかな。やっぱ基礎値上げないと気持ち悪い症候群じゃないですか、僕らって。多分僕の動画を好んで見てくれてる人は間違いなくそうだと思うんですよ。僕と同じで。もう基礎値がないと気持ち悪いっていう性格なんで、まあ、そこになんか、共感してくれて、多分見てくれて、ベラベラ喋る前にちゃんと打とうぜっていうね。はい。ところだと思うんですけど、やっぱその基礎値が上がるっていう気持ちよさが本当にあるなっていう感じですね。祝いのイベントってこんななんかバックなんだ。あんまり知らなかった。ああ、刺激を変えたくない、これ本当に。お前なんでそこに集まってんだ。刺激を買いたくないのでデートにするか。これね、割とそのデートで時間をこう稼ぐっていう選択肢が僕の中ので大きいので、二股できるんじゃないかなと思うんですよね。それ考えた時に。またデートだな。これ今刺激しちゃうと一番ダメなんで。逆に得意練習以外に刺激しちゃったらもうそれマイナスでしかないですよね。デートだとこれくらい。オッケー、お願い、複数人いて。あーでもまあしきちゃんも刺激できるならまあ良さないこともないけど、持続3ターンか。4ターンはマジギリギリじゃないとできないからな。これはどうしよう。やる気を落としたくないんでみんなを注意しましょうか。チームメイト評価はもう下げても大丈夫でしょう。複数人来い。ここでうまく絡まってくれよ。ちょっと頼むよ、それは。ここでうまくいろいろ運んでくれよ。ただしきちゃんいると魅了になりやすいっていう悪いところはあるね。ただラブパを狙いやすいのと体力減る量は減るし、まあそこはいいところかなって思います。で、これは矢部くんと言って、そしたら精神ポイントががっつり入ってくると。やっぱ2人ね、早く刺激できた時だ。2人、まあ3人本当できればフィーバーだろうね。今までまだそんなにサクセスの回数も多くなくて3人刺激できたことはないんですけど、3人刺激できちゃえばもう大フィーバー。でも3600点出てますね。十分出てる。他の高校でなかなか3600点も、まあ納金はね、さすがに別として、なかなか3600点なんて出ないんで。でもまあ納金でも全然3600点ぐらいの時はあるし、納金は6月3週まで、この高校は最後の最後まで続く。あ、これ失敗パターン。体力厳しい。あ、でもちょうどいいというか、なんというか。あ、でも刺激にして、刺激にならね、吸収嫌だ。悩んだおうか、吸収嫌だ。あー、これ絶対吸収になるだろこれ。でもまあいくか、メンタルだから。これで刺激が来たらマジで神。これで刺激が来たら神。見よう
魅了もう笑わせてくれるぜ本当に。これ意外とイベント走りますね。秋イベント数でも少ないような気がしてるんですけど勝手に。いや走ってないか、全然走ってないか。いやー結局最初の最初だけだったな、刺激がうまく使えたの。まあそううまくは使えないだろうと思っていたけれども、やっぱそうだよね。うん、いやー一人でもいいから刺激したいね。これもう一回いけるかな、ねえもう一回いけるかな、ねえねえどうだ。もうこれ、まあ、まだ強化の方が、魅了はもう本当にそんなの絶対ダメなんで。いけたか、わかんない、いけたか。あ、これって何依存だ。肩依存だとしたら今回肩骨を持っていたので、まあ別にとりあえず練習でやってるっていう感じなんで、まあまあまあ筋トクは今回はどっちでもいいです。まあ仕方ない、強化の方がまだ魅了よりはマシだぜ。まあそうですね、やはり敏捷っていうとか、まあ精神ポイントかな、どっちだ。まあ経験点多い方でいいや、もう。どちらもそんな差はないのであれば、精神ポイントはやはり稼いでおきましょうか。うん、今回はなんで精神ポイント稼げたんだ、なんでさっきは稼げなかったんだ、このからくりは何。肩こつきてね。いやーいつかできそうなんだよな、でもその3を 2回ぐらい、まあ合計6週間ぐらい固定するっていう、いつかできそうなんだよ本当に。こういう渋い時にもう適当にデートとかで刺激を保ちつつなんかやっておく。まあのんびり歩き回るだと最大値も上がるし美味しさはある。あ、やばい、監督用かまたガン無視してる。この高校監督評価上がりにくいですね。他の高校割とこう無視してても大丈夫っていうところ多いのに、ここはもう結構今まで苦しめられてるんで、そこは気をつけていこう今後。取らぬタヌキの川残業、このイベントが1回目なのでやはり全然走ってはないですね。これ乾燥しないと踏んでもう切りましょうか。違う、ほんと違えのこれは。魅了にしたいんですよ。魅了にしたければ、やはりタックを行くしかないんで、って考えると、ちょっと待って、監督評価大丈夫っていうか。あ、もう仕方ない。監督行こう。吸収。まあでも、精神練習は、ゲージがそんなに減らないので、まあいいでしょう。もう最低限の特能だけ取ってちょっと基礎値に振るみたいな選手を作ってみようかな。いやでも精神ポイントも本当に稼げてると思いますし、うん、悪くないでしょ、悪くないでしょ、やっていきましょう。うん、敏捷も稼げてますよね、しっかり。いつもしっかり稼げてる。うん、全然悪いところが見当たらない。印象と精神ポイントさえしっかり稼げればオール A はもう楽々作れそうなイメージですけどね。刺激なんだかんだ今回12月ぐらいの1回しか刺激っていうものを使えてないんで、まあでもまあ強化はうまく使えてますけどね。だからそんな悪いことばっかり起こってるっていうわけでもないけど、まあ魅了とかが本当に2回3回来ちゃうと、もうこれはダメだな、やり直そうっていう感じになりますけど、強化を今回はうまく使って、そこで
まあ、精神ポイントなり臨床ポイントなりを稼いでいるっていう、まあ、立ち回りができているのかなと見ているんですけど、まあでもやっぱ一番は刺激ですよ。いやーほんといずれやるぞ、いずれやるぞ、もう気持ちいい、1万点超えたっていうサクセスをね。変化デッキだとやっぱりもう変化しか稼げなくて辛かったんですけど、その点型デッキはいいですね。うん、その点型デッキは素晴らしいよ。これで刺激を狙うしかない。もうゲージ大丈夫だよね多分。刺激来い。ガーもう確率的には刺激が一番なんですよ今の。もうこれは精神もできないんで仕方ない。170ぐらい、こっちかな、さすがにこれこっちかな。敏捷欲しいっていうのもあるけど、まあ技術もういらないか。印象が欲しいか、印象が欲しいな。こっちにしよう。おお、アーティストってことは強化をやったのか今回は。いっぱい、そうですよね、強化やたら、強化やったイメージありますね。まあちょっと今回基礎値になるべく振りたいなとこっから思っております。ミートだけ S にして、あとはA に近づけていくっていう感じで、肩骨がなので来てくれるとありがたい。行きましょう。技術がこんなに来てるのは金倉がうまく働いたのか。強化結構技術稼いだか強化で。おー、スドレート。あ、そっか、僕初野手なんですよこの高校。初野手作りなんでなんか気持ち悪いですね。須藤くん初めて打ちました。バンク大展開で迎える4回です。先ほどホームランを放った三河、ジャイロボール持ってますねこの回転は。でこの高校が本当に弱いとね、すごい話題になってますね。やっぱり弱いと。僕ガチャ動画引いてる時からこれ弱いぞって言ってたんですけど、やっぱり弱いっていう。これも危ないじゃん、全打席ホームラン打ってるけど負けそうじゃないか。先頭バッターは三河、今日5打点を挙げています。第2球、これ何投げた、シュート。2球目ストライク、バッター追い込まれました。投げた、1球外した、ボール。膝元外れます。カウント1ボール2ストライク。打った、これは強烈、いった。まあ本当いくらでもサクセスはね、ちょっと招き猫使わなければいくらでも。まあお守りはさすがにいっぱいあるんでできるんで、まあいっぱい本当にこの期間にサクセスやっていきたいなと。肩ね、肩いっぱい上げていきたいなと。肩練やりまくっていきたいなと思っておりますよ。はい、でやっぱ得意練習率アップを持っていないので、さほどやっぱり練習に来ないというか、そういうところは感じられるかなとは思います。はい、ということ、おーい、今やる気と体力を回復するっていう一番いい方法を取ったのに。いやちょっと今の経験痛いな、今のは痛いな。今のやっぱ彼女のカラデートはあんまり信用するもんでもないな。肩こつ来い。走力 A はさすがに敏捷が辛いと思うんでやめよう。基礎値は素晴らしい。まあなので本当に肩デッキは、脳筋の場合はもうバカみたいに特能を取って、もう奇跡の満点百節をやれた時に、まあオール B 以上の本当にバランス型で SS を狙いたいっていうような僕は選手作りなんですけど、まあ肩デッキね、もうちょっと整ってきて、このデッキ、この高校の肩デッキで本気を出すなら、ここはむしろ天才センス丸とかを引けた時にオール S に近いような形で、もう特能がもう本当に必要最低限、まあ広角アベヒパワヒとかは直撮りで撮るとしても、そうアベヒとかも今回友沢くれてないな今思うと。本当に必要最低限のものを取って、あとはコツ押さえするだけ。
で SS を基礎値を上げた SS を狙っていくっていう。 SS はちょっと厳しいかって今取らないと。でもまあそれなりにランクの高いかっこいい選手をね。わっと騙された。っていう感じかな。この高校はツーアウトランナー二塁という場面。これはいい当たりだ。いったー、入った、入った。うん、弱い、危ない。これダンジョンより弱い気がしますね。ダンジョンじゃない、脳筋より全然弱い気がする。うわー、ちょっとこれ渋いってなってくると、今強化なんでもう吸血しちゃう方がいいかな。ここでまあでもあんまやっぱゲージが減ってない時の吸血とかってそんなですね。やっぱりまあ骨イベントが経験点だった時ぐらいの経験点しか今のはなかったですね。はい、いやでも俺はワクワクするぞこれ本当にやってて。あとは肩を爆上げしたい。行きましょう。お待たせいたしました。いや本当うまく刺激がはまるかどうかだな。いやでもあの本当ハマった時気持ちよかったな。あそこでやる気落ちなかったらもっとグッド経験って伸びてるし。投球これから2球目。マジ気持ちよかったなあれは。2009年どっちか忘れた。WBC イチロー選手の言葉をお借りしますとほぼ言いかけました。やっていきましょう。あれね、鮮明に覚えてる。ヒルオビかなんかでね、それがねリアルタイムで流れたんだよな。それを親と見ててちょっと気まずい感じになるっていう。まさかのイチローが下ネタを言って家庭がちょっと気まずくなるっていう。誰も想像しなかったパターン。1塁という場面で三河今日2打点を挙げています。投球これから2球目。打った、これは強烈、いった。いやでもあのほぼ行きかけましたほど美しい行き方はないですよね。トップバッターは三河。あのエクスタシーの感じ方ほど気持ちいいエクスタシーはないんじゃないかと。私は今何をお話ししているんでしょう。そしてやはりバンプ高校弱いですね。それを伝える動画にもなっちゃってる。やっぱり得意練習率アップがないので刺激で呼ばないとそんな来るもんではないですね。刺激で呼んでいかないとそんな得意練習に集まるようなデッキではなさそうですというところですね。いやー本当に肩デッキまたいろいろ試してやっていきたいと思います。ちょっと肩骨も来なかったし、もっとできるよ。肩デッキだけに肩は A にしたいぞ。でも十分オール C はできたし、今回でもオール B はまあできるとして、エピローグ試合分で盆栽でも、まあ、刺激が2回ぐらいハマってくれればオール A。ワンアウトランナー1塁という場面で、で、そこに必要最低限のコツを取っていければ、まあ、広角持ちの肩キャラとかね、出てきてほしいですよね、そういうところで言うと。ああ、この高校ね、青銅高校であれした時に出てくる高校ね。そんな難しかったっけ、ピッチャー。そんなに苦手意識はない、この高校に対してのピッチャー。ただ最近 AI が変わってるから、また話は別。今日2打点を挙げています。やっぱ私苦手意識があるのはもう騎馬ですね、圧倒的。まあそれと本当思うに虹谷って超難しかったですよね。もうパワーコーをやらなくなって忘れちゃってましたけど、なんか試合経験点なんてマックスが当たり前だみたいな時代にいつの間にかなりましたけど、あのパワーコー春英ぐらいしかなかった時、まあ試合経験点なんて逆にマックスで取れるもんじゃなかったんだよな。懐かしき古き良き時代でね。まあアプリなんてそんなもんだと思うんですけど、こうどんどん引退する方も、引退っていうこともなんか変だなと個人的には思ってるんですけど、まあ辞めていく方も多いじゃないですか。なのでそのもうパワーコー時代からやってた方も本当に少なくなってきてるんだろうななんて思うと感慨深いものがありますね。
私は一切飽きずに気がつけば500何十本もサクセス動画を上げているという。そしてついにパワプロのね公式放送にまで呼んでいただいて、プロデューサーディレクターの方に直接お会いするなんてことにその当時の私思っていませんでしたね。うん、ありがたいことです。本当にこれも今見てくださってる皆さんのおかげですね。本当にまあ最近見始めたよっていう、このバンプ高校のね動画から見始めたよなんていう方もまあ数まあ多くはないかもしれないんですがいらっしゃると思いますし、まあ昔からねそれこそパワコの時から見てるよという方もいらっしゃると思いますし、本当にいつも皆さんありがとうございます。これからもね一緒にパワプロ楽しんでいきましょう。はい、ということで、いやー気持ちいいな基礎値触れると。最近脳筋ばっかりやっててフラストレーションが溜まってたから基礎値に触れない。気持ち良さすぎるんだが、あーもう気持ちいい、もう行きそう、ほぼ行きかけましたね。でもじゃあ筋トクだ取れるだけ取るわ筋トク。これね、まあやっぱりこうやって見ると走力と補給が A に到達しないで敏捷と精神がまあ足りにくいっていうのはやはり今のね肩デッキの使用上そこはやっぱりそういう感じになってるのかなとは思いますけれども、はい、まあもうこれでいいかな。まあ査定は全然だと思うんですけど本当にやってて気持ちいいですし、基礎値が気持ちいいね、基礎値が気持ちいいです。はい、まあ本当にいろいろ試行錯誤して、まあそうですね、じゃあ肩デッキでオール S 作ることとりあえず目標にしましょう。この高校で精神ポイントかなり捻出の方法を考えないといけないと思うんですけど、オール A は盆栽でもできそうだからセンスまで引ければオール S 本当できそうなんで、ちょっとそこの立ち回りを考えるというか、まあうまく研究していければいいなと思います。というわけで今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画が良ければぜひともチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。皆様からのワングッドボタンが僕の2モチベーションぐらいになりますので、ぜひグッドボタンコメントをしていっていただけるとありがたいです。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。アディオス。